遊べるお菓子動画、イエーイ。ということで遊べるお菓子動画やっていきましょう。収録自体は久しぶりになってるんですけども、今回やっていきますのはこちら。以前もこのシリーズはやりましたね。明治屋台マンのハンバーガー屋さん、前回は屋台マンのなんだっけ、屋台マンの何屋さんだっけもう記憶喪失。まあ完全に撮ったのが5ヶ月ぐらい前ですからね。3ヶ月ぐらい前か。パタパタ挟むよ。屋台マン、なんかアメリカチックになってますね。楽しく作ろう。チーズバーガーが2個、ハンバーガーが1個できるよということで、ハンバーガーを、チーズ菓子で作れるっていうのはすごいですね。屋台マンバーガーということで、こんな感じになっておりますね。それではやっていきましょう。おい、これも結構がっつりチーク菓子って感じなのかな。お、すげえ。まあチーク菓子名物、白い粉プラス、ラムネプラス、そしてこちらがチーク菓子名物のグミですね。これが具材になってんのかな。あと屋台マンのいちごソース、もうハンバーガーとはとても思えないですね。なんだこれ。あ、すげえ、なんか置いてあって、なんか落花生みたいに見えるね、これ。これハンバーガーのパンズってやつかな。それではちょっとやっていきたいんだけど、作り方が表面に書いてあるって結構珍しいね。パンの形をしたモナカを2つに割ろう。はいはい。これぐらいはちょっと失敗せずできますよ、俺だって。ほい。ほい、よし。で、次は、ストーン。モナカにハンバーガー型、チーズ型、レタス型グミを乗せよう。モナカにハンバーガー型、レタス型グミを乗せよう。ああ、なるほどなるほど。チーズバーガーとハンバーガーね。この上にちょっと作る感じでやってみましょうか。とりあえずモナカを、あ、こんな風にあれだね、上と下面があるね。置いて。下面。これだね。これに、ちょっと近づけますか。せっかくだから。ハンバーグ型。これがハンバーグ型だって。すげえ。おぉ、いい感じ。はい。ハンバーグ型。いいですね。そして、チーズ型が2個乗せれるよ。ほい。いや、でも結構見た目うまそうよ。で、レタス型。チーズバーガー2個、ハンバーガー1個できるんだね。で、乗せて、ジャムをかけてモナカを乗せたら出来上がり。少しずつよく噛んで食べてね。へぇ、美味しいのかな、これ。でも、組み合わせとしてはさ、まずそうだよね。チーク菓子としては、見た目のクオリティはすごい高いとは思うけど、本来ならここは、ケチャップなわけだよね。ほい。あー、ソースが足りないな。はい。で、おー、あー、ちょっと、こう垂れた感じが逆にいいよね。はい。ということで、屋台マンのハンバーガー屋さん、ハンバーガーが出来上がりました。てってれれー。あー、ちょっと待って。イエーイ。ということで、まずはハンバーガーから食おうかな。おっと。こんな感じになってますね。おーっと。じゃあ、大事なのは味だからね。それでは、いただきまーす。まあ、食った感想なんですけど、まあ、全部一気に食ってるじゃないですか。で、モナカがね、まず、一瞬で口の中から行方不明になる。モナカがもうね、やっぱ薄いから一瞬で消えて、で、グミだけにまずなるんだよね。で、このグミと、このイチゴジャムかな？イチゴジャムのこの、
組み合わせがね、絶妙に合ってないね。絶妙に合ってないんだけど、単品同士が美味しいから、まあまあ、って感じだけど。でもね、こうやって見た目のクオリティがね、ここまでできたらやっぱ、うん、これはお子さんにおすすめかもね。じゃあチーズも含めて食います。うわ。まあでも、うん。またもなんかイケメンになってるけどね。うん。これグミをね、3つぐらいこう一気に口に入れてるからね、全然なくなんねえわ。まあ、グミだらけなんだけど。いやでも、屋台マンすごいね。うん。簡単な割にこう、すごいクオリティの高いものが作れてすごいいいですね。前回やったのが屋台マンの何だったかも忘れたけど、あ、屋台マンのたこ焼き屋さんだ。そうだそうだ。で、屋台マンのハンバーガー屋さんこの前見つけて買ってきたんですけど、なんかもう一個くらい確かネットで検索した時にあった気がするんだよね。屋台マンの、屋台マンのなんかお団子屋さんかなんかそういうさ、お菓子系のさ、それをやれば俺屋台マン、もう俺が屋台マンみたいなとこあるからね。ということで、また駄菓子屋にね、屋台マンシリーズを探しに行きたいと思います。ということで、屋台マンのハンバーガーさん、なかなか良かった。ということで、ご視聴ありがとうございました。またまたやっていきましょう。レトルトさーん。みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押して、チャンネル登録してくれー。動画の更新も、すぐにわかって、レトルトも、大助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを、押すか、説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の、右からどうぞー。それでは、別の動画で、お会いしましょう。